はい、どうもこんばんは。今日は、懐かしいの発見っていうね、まあ意味がわからないタイトルだと思います。まあ気になる方だけ、動画を最後まで、ご視聴ください。で、まずはすぐに、まあコメント紹介しようと思うんですけど、本当は紹介したくないんですよ。まあそのコメントっていうのは、まあ2日前に届いたんですけど、内容こうなっております。僕のことも探してほしいですみたいな、こう書かれると、まあ、逆に紹介したくないわけじゃないですか、まあ、紹介したくないんですけど、まあ、せっかくなんで、まあ、紹介してやろうかなと、思います。で、まあ、これだけだと、まあ、よくわからないと思うんですけど、まあ、要は YouTube チャンネルを、まあね、紹介しろってことなんですよ。で、まあ、YouTube チャンネルあります。ここですね。映像は流さないんですけど、このバシバシバシっていう、844人ですか、ここバシはこれこれですね。はい。ゴミチャンネルです。もう、クズ配信者です。はっきり言いますけど。なんでかと言いますと、俺人気者になりたいとか、売れたいとか、目立ちたいとかね、まず、こいつのコメントの書き方ってそうなんですよ。視聴者の方に返信の仕方って、売れさせてくださいとか、そういうことを書いてるんだけど、もう90何パーセントあなた無理ですよ。あなたを登録して、まあ、いいねを押したり、コメントを残す人、方っていらっしゃると思うんですけど、何かメリットあるんですか？あなたは自分が目立ちたいっていう、それだけなんで、そういうやつってはっきり言いますけど、気持ち悪いんですよ。だから売れることはないと思います。で、あと動画の内容なんですけど、ゴミですよ。はっきり言います。で、僕動画の内容はどうでもいいんですけど、まあ4、5本ぐらいは、見てあげました。で、僕が見るところっていうのは、あなたが、チャンネル、YouTube チャンネルを開設した日と、1ヶ月にもう何本ぐらい動画を上げてるか、まあアップしてるかと、1本の動画の、時間ですね。もう何分ぐらいの動画をもう上げてるかっていうね、その3点です。内容はどうでもいいです。その理由っていうのは、まあ面白い面白くないとかね、登録するいいね押すっていうのは、まあその視聴者さんによって変わるんで、そこはどうでもいいんですよね。で、僕が言えることは、まあ1ヶ月にね、10本も上げてないわけじゃないですか。話にならないですよ。で、そんなに売れたいんだったら、事務所ですね。まず、なんかね、他のゴミ配信者となんかコラボとかやってるんですけど、まあそれよりさ、手っ取り早いのは、なんか事務所とか入って、ね、そういうクズ YouTuber っているわけじゃないですか。登録者数何万とかね、どうでもいい。皆さんから金だけ要求するような。まあそこに入った方が僕はいいんじゃないですか。って僕は思います。で、ディスってばっかりだと、なんかかわいそうだなと思うんでね。まあ、いいところを言いますと、この方は2017年に YouTube チャンネルを開設しております。こちらですね。2017年。5年前ですね。2017年ですね。開設してるんですよ。で、YouTube に動画をアップしてるのは、まあ、1年前ですよね。まあ、その前にもしアップしてて消してるんだったらわかんないんですけど、まあ、見える部分で言いますと、1年前です。まあ、1年前で、動画の本数は何本でしたっけ？何本か分かんないですけど、100本も上げてないですよね。まあ、100本も上げてなくて、登録者数が840人いて、ある意味センスあると思います。まあ、その理由っていうのは、僕は約3ヶ月で、まあ、毎日上げて、まあ、100本ぐらいじゃないですか。まあ、100本ぐらい上げても、登録者数が30人ぐらいしかいなかったですよ。まあ、それに比べると、まあ、面白い面白くないは、まあ、その方によると思うんですけど、まあ、センスで言えばある、僕よりはあると思います。なので、気になる方は、こちらですね。本当面白くないし、クズ動画なんですけど、これですね。ご覧くださいっていうことで、はい、ここからは、今日のタイトルですね。懐かしいの発見っていうことなんですけど、意味わからないと思います。で、バンド紹介でもないんですよ。で、ここ最近は、まあカラオケのランキングですね。まあ歌われてた2000年以降のバンドで、まあたまにはね、90年代のね、VK 情報というか、まあ発見したもの、とりあえず出します。こちらですね。発見したというか購入したものです。これですね。懐かしいと思いません？ちょっと前行きます。これ。まず98年の、ビシャスですね。ビシャス。ラピュータさんが表紙です。で、裏がこんな感じで。裏は誰だ？裏ブルーですね。裏ブルー。これですね。と、あと一冊が、99年の表紙 M ガゼット。ラピュータさんですね。で、裏が、クラウドですね。クラウド。クラウド。で、新品ってないわけないですか。で、メルカリでは買ってないです。まあ、とある、まあ、古本屋で購入しました。で、当時の価格、M ガゼットが、こちらですね。税込み80円。こちらです。680円。が、2300円ですね。2300円と、ビシャス、まあ、2000円ぐらいです。
これが高いか安いかっていうのは分かんないんですけど、まあそれぐらいで売られておりました。まあメルカリにもあると思うんですけど、まあ価格は見てないです。でメルカリというか僕高い安い関係なく、まあ商品は自分の目で見て手に取ってから選びたいんで、メルカリ、まあネットでは、買わないです。で、何を紹介しようかなっていうところなんですけど、何いきます？これ M ガセットとかでいいですか？まあバンド紹介じゃないんですけど、まあ懐かしいからね、もしかすると、まあ2000年以降のバンドを紹介するより、あ、これ持ってたみたいなね、方もいらっしゃると思うんで、ね、中をちょっと見ていきたいんですけど、まずラピュータさんが表紙ですね。で、これ1ページご覧、1ページ目開いてご覧いただければわかる通り、僕の大好きな、京花さんですよ。アリエネマリアージュ。アリエネマリアージュの、あれ時計ですよ。時計のアルバム。これ、予約限定1万枚で、予約だけで完売してた、究極入りの CD クロックバンド仕様、ジャケット収録が全て異なります。2800円ですね。ファーストアルバム。99年の6月、これ見えんのかな？そう。こんな感じですね。99年の6月の23。そう、あの時計が、時計のやつなんですよ。ちょっと写真がないんですけど、そう、アリエヌ・マリアージュ。まあ、98年、99年って、このビシャスもそうなんですけど、まあ、キーパーティーね、ね、そこそこ人気があったというか、賑わってたんですよね。で、2ページ目に行きますと、坊主のシャムシェードがいますね。そう、シャムシェード。で、バンド名というか、この方たちが、ちょっと目次で、こんな感じ。見えるかわかんないですけど、まあ、シャムシェードやら、そう、これわかんないですね、これ。14番僕わかんないです。トランス、と、何これ。これわかんない。なんか祖父母だったんですよね。あとペニシリンではなく、このソロ活動してるんですよね。チサと、他は何がいるかわかんないですけど、なんかいろいろいます。で、シャムシェードの次が、ジャンヌ・ダルクですね、これ。ジャンヌ・ダルク。ジャンヌ・ダルクが、メジャーデビューシングル、レッドゾーンの発売したかなんかでインタビュー受けてますね。で、この当時の8000CD ですか？レッドゾーン1020円ですよ。1020円。で、これ懐かしいなっていうのは、これファンクラブね、入られてない方は、今みたいにね、スマホでね、チケット予約とかじゃなく、電話してましたよね。こういう風に出てますもんね。ライブしますみたいな。これ全部ライブですからね。ですよね。これ多分電話してチケット取ってた人が多いんですよね。まあファンクラブじゃない方は。ですね。このバンドは知らないですね。このトランスティック、これ。これもなんかメジャーデビューしてるらしいです。ビジュアルはこんな感じですね。なんかファナティックの偽物みたいな。こんな感じです。で、他には、ラピュータのインタビュー、あ、懐かしいですね。これ、光一さんの赤い髪みたいです。ラピュータの、この渋谷公会堂の、ライブと、アルバムかけらのツアーですね。の、インタビューを受けております。この服ってさ、この服でよく撮影したなと、僕は思うんですけど、これ何も問題ないやつなんですかね。そう。ね。タバコ吸ってるからね。順次さ、タバコ吸ってるからね。いや、これね、見てますと、そう、忘れてるバンドとか、結構もうこの白黒の、そう。こんなのわかんない。なんていうのこれ。バジリスクグランスっていうの、こんなの知ってます？これこんなの分かんないですよ。これ女なのこれ男分かんない。これ3ピースなのか分かんないですけど、まあ、僕は知らないです。これもよく分かんないですけど、誰これ。これしかもビジュアル系じゃないでしょ。こんなガーゴイルも白黒ですけど乗ってますよ。ガーゴイル、まあ覚えてないんですけど、まあ VK 以外も結構載ってますよね。まあこんな感じで。まあこの人たちも知らないですけど、VK ではないですよね。こんな人たち。違いますよね。こんなバンド知ってます？全然わかんないですよ。こんなバンド。あ、で、このチャンネルで、ね、よく取り上げたよね。松浦さんですね。松浦さんの26年ぐらい前じゃないですか、これ。26年経たないか。24年ぐらい前か。松浦さんですね。ミラージュっていうね。僕動画でもう何度も紹介してるじゃないですか。これが第2期なんですよね。この方は亡くなってます。ドラムの方は亡くなって、この3名ですね。これ。この3名がまだ生き残ってるというか、しぶとく活動してるみたいな。これ松浦さんですね。まあ映りはいいですよ。綺麗だと思います。
で松浦さんは、まあ、リーダーなんで、あこれエアーですね。エアーっていう、まあ、2曲入りのシングルだったと思います。まあ、いい曲って言われる方もいらっしゃると思うんですけど、今聞くと、まあ、そんなにみたいなね。でミラージュが、まあ、エアーをリリースしたっていうことで、まあ、リーダーの、松浦さんが、まあ、インタビューに答えてるんですよ。で、なんか面白いところは、これ最後ですかね。まあ、インタビューで、ちなみにキサキさんが考える、ミラージュの今後とはっていう質問があるんですけど、で松浦さんは、ないんじゃないの、解散でしょう、笑いみたいな本当ですよ、本当に書いてるんですよ、ほらここに。そう、松浦さん今後は笑いみたいな、まあその下に嘘嘘とは書いてるんですけど、嘘嘘とりあえず俺の考えとしては、バンドというのは本当にライブだと思うし、今はライブは少ないけど、ミラージュはライブバンドだからライブでここまで来たバンドだと自分たちでは思ってるんですよ。いや違うと思うよ。だからすごいライブのかっこいいバンドになりたいと思ってるし、あと常に話題性とかを持ってるようなバンドにしたいなと思って、バンドって何年も活動してると安定してくる時期とか丸くなってくる時期が出てくると思うんですよ。ミラージュはそういうのを乗り越えてまた次に向かって頑張ってるんで、期待してほしいなと。で、インタビューが、6月以降はどんな予定になってるので、松浦さんは、CD が6月30日出て、7月はイベントばっかりなんですけど、7月26日に、新宿ロフトで、このメンバー初のワンマンライブですね。で、インタビューの方、元気ですねっていうことで、松浦さんは元気やろ、そういうのが最近楽しいもんで、9月は、ビデオが出る予定で、それに合わせてまた秋ぐらいには透明版で、ワンマンやりたいなっていうのがあって、で、最後ですね、では最後に、読者にメッセージをお願いします。で松浦さんの答えは、アキラが入ってからは、まあアキラってボーカルなんですよ、今のボーカルで、アキラが入ってからは、イベントしかやってなくて、イベントは本当に 3,4 曲ぐらいしかやらないんですよ、それで歯がゆいというか、寂しい思いをしてた人もいたと思いますが、7月26日のワンマンはある曲、全部やると思います。その時は絶対 100% のミラージュを見せられると思うので、夏休みだし、東京の人だけと言わず全国から集まってほしいですねみたいなね僕ぼったくりぼったくりって言ってるじゃないですか。2曲入りですよ、こいつ。当時からさ、もうこんな詐欺みたいなもんですよ。このエアーって代表曲なんですけど、これ2曲で1800円ですからねもう雑音です。まあ名曲って言われる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ今ね、もう20数年経って改めて聞くと、もう大したことない雑音です。そう。この当時からやつはぼったくりだったんですよね。そう、1800円ですね。まあエアーは今でも歌われてるんで、まあ気になる方は、まあ YouTube チャンネルでもね、ご覧くださいっていうことで、あ、これも懐かしいですよね。こういうなんか、絵を送ってる人もいましたよね。ここですよね、これ。なんか好きなアーティストの、そう、絵を送ってね。そう。こういうの僕見て思うんですけど、うまいですよね。まあ似てる似てないは置いといて、僕うまいなと、そう思います。で、他に紹介したいのは、これ面白かったんですよ。まあ白黒で、これ、まあバンドの、なんていうんですかね、まあ最新情報だったり、ライブですね。ライブの情報だったりね、まあ音源の作品の発売みたいな、あるんですけど、ここに、ピアスいるんですよ、ピアス。見えるかな?これ、ピアス。ピアスいるじゃないですか。で、ここに、下に、またピアスでは、ローディーを募集している。やる気のある人は、プロフィール、履歴書などを、至急下記まで送ってほしいとのこと。東京杉並区、高円寺南4丁目だって。今でもここなのかな?これ、これです。ここに書かれると思うんですけど。ローディー募集してるらしいですよなんかブルーがすごい出てますね。で、この初めもそうなんですけど、最後もこのキーパーティーが取り上げられてますね。キーパーティー、そう、ほんと98年、99年がもう全盛期というかね、キーパーティーね、アリエネさんが裏にも出てますからね、このカラーで、まあ、そこそこ人気あったんですよね。まあ瀕死のボーカルですけど、そう、アリエネさんで、あ、これ最後にしますか。これ、ベルベットエデンっていうね、バンド。僕も動画で一本だけ確か紹介してたと思うんですけど、こんなのさ、今やったら炎上だからね、ほんとね。こんな、これ見る。これ、丸9前でさ、これ、やばくね、これ。渋谷の橋とかでしょ、これ。これでしょ、これ。
路上で寝てる、これ電車だからね。そうね、こんなんさ今やったらね、もう速攻ツイッターにさ上げられて、もうリツイートされて、もう大炎上ですよこんな僕思うんですけど、まあ、こういうのさ、あのメンバーとかなんか懐かしいなとかって持ってんすかね。あの自分たちが、あこれ出たわみたいな、あ何年前のこの雑誌俺載ったよみたいなね。これね、メンバーどうなんだ、今多分50代とかでしょ、こんなバケモンじゃねえかこいつらって思うんですけど、はい、ということで、まあ皆さんも、まあ同じのが売ってるか売ってないかとかね、まあ、他にも買いたかったんですよ。まあショックスとかも、まあバンヤロはね別にバンドのメンバーの募集なんで、まあ買う気はなかったんですけども、そう目立ったのがまあこれだったんですよ。まあこれよりもっと古いのとかも欲しかったんで、もし、見つかりましたら、また動画で紹介していこうと思います。はい、ということで、今日も、最後まで、動画を見てくれてありがとうございました。